皆さん、お久しぶりです。それでは、バイオハザードリベレーションズ、アンベイルドエディションの最小撃退プレイの続きをやっていきたいと思います。今回は難所とあって、実況しながら動画を撮る気力が湧かなかったのでアフレコという形を撮らせていただきます。また、それだけでは短すぎるので、僭越ながら攻略めいたものもご用意させていただきました。え？そんな変なプレイなんてしねえよだって？だよねえ。ではまず、マップを見てください。ここでエリアを、A、から、C、に区別します。薄ピンクを、エリア A、薄緑を、エリア B、薄青を、エリア C とします。これはエリアごとに、敵の処理がグループ化されていることを示します。過去の動画で実演させていただきましたが、自爆する敵が膝をついた状態になった時、エリアを切り替えることで、爆発する前に存在を消すことができる、というネタはこのエリアの区切りを把握しておかないといけません。それでは各エリアごとの解説をしていきましょう。と、その前に、敵の配置パターンについてもお話ししましょう。このゲームはリスタートをすることで、用意された敵配置パターンを順繰りに選ぶことができます。この攻略ではパターン B の敵配置にします。注意点として、ここにある扉をくぐった後に、リスタートをしないと配置が変化しませんので気をつけましょう。それではまず、エリア A の解説をしていきたいと思います。エリア A の位置。構え一体、自爆2体がいるエリア、ここが一番の難所と言っていいでしょう。ここでのスルーの仕方はいくつかありますが、すべてにおいて敵の位置関係を見極めることが大切です。ガラス越しに様子を見て、ここぞというタイミングを得得してください。では、一番最初は定番の回避を使ったスルー。弾の掴みかかりを前入力の緊急回避でかわすことで、最も長く周りの反応が鈍くなります。その間に脇をすり抜けたり、距離を取って自爆させずにスルーすることができます。弾は密着している状態にならないと掴みかかりを使ってこないので、位置取りが重要となります。多少のダメージは必要経費と割り切りましょう。次に、普通にかわす方法。パルスグレネードを使ったり、ショットガンなどで一時的に弾を無力化しておき、その間に自爆の反応範囲に入らないようにスルーする方法です。自爆は背中側に対して反応が甘いため、真正面を避けて横や後ろを取るように移動するとスルーしやすいです。弾の攻撃行動に左右されずに済むのが利点の一つ。敵の向いている方向を含め、位置関係を見極めることで成功率を高めることができるので、慣れるほど成功率が高くなる方法でもあります。3番目に、射撃してよろめいたところをスルーする方法。自爆を射撃しなくてはならず、必ずよろめくというわけでもないため、最も不確実な方法ですが、正面を塞がれた場合に最後の手段として覚えておくと有効です。自爆される範囲、ギリギリ外からショットガンを撃てば、撃破せずによろめかせやすいです。この3つのスルー方法をアドリブで組み合わせることで、運要素を最小限に抑えて抜けることができます。次のポイントに向かう途中、弓兵がいますが、これは好きなようにスルーしましょう。ダメージは受けても OK。もう一つの難所、エリア A のには基本的に2種類のスルー方法があります。一つ目は、やはり回避を使ったスルー方法。雑魚の掴みかかりを利用して反応を鈍らせて、横を抜ける方法です。時間的に2回の攻撃行動までは、自爆野郎に接近される前にチャンスがあります。それ以上となると曲がり角で苦しくなりますし、後ろから他の敵も追いついてくるので厳しいです。そこで雑魚ども、貴様らが何をしようと関係のない処刑を思いついた。2番目の方法は、やることは単純で、パルスグレネードを投げて雑魚を行動不能にし、その間に自爆虫の足を打って膝をつかせます。そうしたらエリアを切り替えることで何事もなかったようにすることができます。安定度の高い方法なので、パルスを温存したかったり、膝をつかせる方法を好まないプレイヤー以外はおすすめの戦術です。次のエリア B ではまず、
ジェシカが追いついてくるのを待ちます。ジェシカと距離を取りすぎると、自爆野郎が焼けを起こして彼女と心中しようとするのです。エリアを進むと、コントローラに振動が来ると思いますが、上から降ってきた雑魚にジェシカが巻き込まれた時のものです。扉を開けると、右に自爆、左の足場に鎌と弓兵がいます。ここはパルスグレネードが最も安定します。ケチって突っ込むのもありですが、もし足払い攻撃を受けてしまった場合は全て水の泡です。また、ジェシカが余計なことをする前に素早く次の扉をくぐってエリアを変えましょう。エリア C は、何でもないので、そのままスルーして OK です。それでは例として、投資でスルーに成功した時の動画を表示します。まずは様子見。あ、ダメだこれ。って思ったらキビスを返します。そして、いいタイミングだと判断したら突っ込んで、今回はパルスグレネード方式を選択、うまい具合に自爆が片側に寄ってくれてました。自爆の生存を確認しつつ、次へ。ここは補強一発、ダッキングで余裕のスルージェシカさんを待ってから、生存確認もしつつ、次へ。ここはパルス安定とか思ってるとジェシカがライフルで自爆させてしまうので、さっさと行きましょう。ここまで来ればもう安心。動力したらその辺りです。急いで。で、ジェシカさんがフルボッコにされとる。内心どうでもいいけど。これでようやくクリアー。ジルー、俺だー、救出させてくれー。あれー、水はー？ここも空っぽね。どこへ消えた？ジル。どこだここ？というわけで、どうやらまた踊らされてしまったようです。通りで扉の鍵やらエレベーターとかが前と違うわけだよ。ゲームだからそんなもんかと思っちゃってすみませんでした。では、今回はこんな感じで終わりたいと思います。次からは普通の実況に戻りますよー。それじゃあまた次回、よろしくお願いします。のし。